こんにちは、兄です。今日は福袋を開けていきたいと思います。はい、新年の動画って言ったらやっぱり福袋の開封動画ですよね。僕も福袋を購入しました。ビレバンでもなければトイザラスでもない、グレープブレインさんっていう作家さんの福袋なんですけども、去年ね購入したこの地獄猫おにぎりを作っている作家さんです。で、まあ箱にはねかっこいい字でグレープブレインレイジ2019と書いてあって、福袋 B、 A がね T シャツ2枚のソフビ1個だったかな。で、B の方がソフビ2個で T シャツ1枚っていう、まあちょっとソフビ多めの方の、まあパッケージの方を選びました。箱はねぼちぼちサイズがあって、振るとこんな感じ。さあ何が出てくるんでしょうか。開けていきましょう。カッターで切っていきます。多分こうパカってこう開けていくタイプだよね。はい、切れました。それでは開けていきます。よっと、あれ切れてない。あ、切れてる切れてる。じゃーんと、お、これがソフビかな。ソフビが2つに T シャツがあって、あ、なんかいっぱいステッカーとかか。ステッカーとか、すごいいっぱい入ってる。うわ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 。おー、かっこいいな。ちょっと待ってよ。予想以上にいっぱい入っている。今とりあえず全部出したんですけども、これちょっと一個ずつ順番にね、見ていきましょう。まずはこちらになります。じゃーんと、ミニ色紙なんですけども、地獄猫おにぎりが書いてあります。感謝。かわいいね。これ直筆だよね。すごい。こうやってね、ソフビと一緒に並べて飾りたいです。次はこちらになります。はい、ステッカーがいっぱい入ってる袋ですね。10枚ぐらい入ってんのかな。開けていきましょう。よっと。はい。まずは地獄猫おにぎりのステッカーっていうか、まあ、シールとステッカーって何が違うんだろうね。よくわかんないんだけど、これはね、ソフビ購入した時に一緒についてきたやつと一緒ですね。そして、これは何だろう。なんかちょっとファンキーな感じなね、人のステッカー。そして次は、あ、これはちょっとまずいな。YouTube 的に引っかかりそうな感じな、ね、お姉さんのお顔がいっちゃってますね。まあ、こういったステッカーであったりとか、あと、ちょっとポップなんだけども、なんだか怖い感じっていうか、気も可愛い感じなね。ハエかな？背中になんか、羽が生えてるような、でも、蝶々みたいな感じにも見えるし、まあなんとも不思議な感じなキャラクター。そしてこれはね、なんか赤ちゃんみたいなおっさんがいろいろチェーンソーとかお酒とかね、持っている。面白いね。で、これはね、グレープブレインって書いてあるちっちゃいステッカーがいっぱい入っているやつですね。あ、後ろもなんか絵が描いてある。そして次が、ちょっと小悪魔な感じなね、セクシーなお姉さんのステッカー。次は、これはなんか相撲取りみたいな感じな一つ目の人のステッカーで、はい、これもステッカーかな。あ、すごい、なんて言ったらいいんだろう、パンクな感じな、ね、絵柄って言えばいいのかな、ポップでパンクで、でもこのね、女の子のお顔の表情とかがすごいいい感じですね。僕好きです。うん。で、最後、あ、これはステッカーじゃなくて、ポストカードみたいな感じかな。こう、これは字になってるんだけど、なんて書いてあるんだろう。ヘルスキャット、地獄猫か。地獄猫って書いてあって、あ、地獄猫おにぎりって書いてあるんだ。なるほど、なるほど。で、後ろか。ドーンとね、服でいいんだよね。千万両のこのね、小判も持った地獄猫おにぎり。いや、いいですね。これがさっきのね、袋に入っていた全てになります。次はこちらになります。はい。これはポスター的なものかな。サイズ結構大きくて B4 サイズぐらいあります。絵的には縦で見なきゃダメか。はい。いや、すごいね。いろんなものが書いてあって、この情報量が半端ないというか、なんというか、そうですね。こういうのね、じっくり見るのすごい好きなんだけども、お顔のこの横のところ、
これはウィッグっていうのかな、髪の毛にくっついてるものっぽいんだけども、こう飾りが脳みそに目玉とか、あとこの部分心臓になってたりとか、あとこのパーカーの紐がねこっから蛇になっていたりとか、うん、すごい面白い。あ、ここはちょっとねセクシーですね。信号がなんか太ももの裏にあって、で靴のね裏側のパターンが手のひらになっていたりとか、靴ひももね蛇の尻尾になってますね。すごい面白い。ここに2って書いてあるな。この2は何だろう。2があるってことは1がどっかにあると思うんだけど、あ、この人手がいっぱいある。手の番号かな。ここに3があるね。反対側ここに3があるから、多分手に番号がついてるんだ。ってなるとこれが1か、123みたいな。ここにちらっと見えてるこれが1なのかな。いやすごいね。で上の方にはねこんな感じで般若のお面とかね、これは能面でいいのかな、うん、いろんなものが書いてあって、楽しい。他にもポスター入っていて、次はこちらです。じゃーんと狐の女の子、これもすごい可愛いね。そしてセクシー。お尻がここにあって尻尾がこうかこう生えていて、後ろ足前足ケンタウロスみたいな感じかな。あのここからね人間の上半身になっていくみたいな、そんな感じですね。でここのね狐のお面がかっこいい。ここに鳥居とかもありますね、うん、すごい和な感じで、うん、いいですね。あとはね次はこれ、はい、ちょっと西洋な感じでこう下着姿のヴァンパイアみたいな、そんな感じですね。あともう一個あって、これすごいいいね。はい、いろんなキャラクターがわーっとねこう書いてあるような感じで、さっきのステッカーにねなっていた女の子がいたりとか、あとね僕はねこのカセットテープとかね、ウォークマンとか、あとルービックキューブがねこうあったりとか、こういうちょっとこう自分の子供の時に触れたアイテムみたいなものがねところどころにあるのがすごい好きですね。あとこのなんか今じゃ絶対見ないような暴走族のねバイクとか、今でも走ってんのかなこういうの。あとこの犬がねすごいこうパッと見た時に目についたっていうか、これは土佐犬かな、ちょっとこうゾンビ土佐犬みたいな感じね。いやいいですね、たまんないです。次はこちらです。はい、稲荷の秘密第1巻、これ漫画ですね。ここにグレイプブレインコミックスって書いてあります。なんかこう昔見たことのある表紙のデザインというか、なんというかコロコロコミックってこんな感じな表紙だったっけ、ちょっと思い出せないんだけども、でもねなんかすごい懐かしい感じがするんだよね。でこの一つ目の関取みたいな人が稲荷っていうキャラクターみたいで、まあちょっとパラパラっといくとこんな感じでね漫画になっております。まあ、この稲荷のね秘密がこの中に書いてあるんですけども、まあざっくり言うと、この人はこの人になるみたいな、そんな感じなね内容ですね、うん、でねこのまあこれがケダモノっていうキャラクターみたいなんですけども、今回入っていたソフビはこのケダモノのソフビですね。ね2つ入っていて、まずはこの茶色のね未塗装のケダモノのソフビ、そしてもう一個がねクリアのケダモノのソフビで、中にこうね赤いモフモフが入っております。いやこれいいですね。でねこの漫画の後ろに書いてあったんだけども、ここにねこの稲荷のソフビみたいなのが載ってるんですよ。だからやっぱりこうなってくるとケダモノと稲荷を並べたいなみたいなね、そんなところがあって、これちょっと今すごい欲しいんですよね、うん、であと最後はこれですね。Tシャツになるんですけども、 Tシャツはよっとこういった感じで地獄猫の、Tシャツですね。ちょっと開けてみましょう。広げるとフロントはこのような感じで、地獄猫おにぎりの手のひらがバーンと書いてあって、バックがすごいんだよっと、おにぎりちゃんがねドーンといるわけですよ。めっちゃかわいい。まあおにぎり好きの人、猫好きの人ねたまらないんじゃないかなと思います。はい、グレープブレインさんの福袋を開封していったんですけども、いかがだったでしょうか。
内訳の方はソフビ2体、 T シャツ1枚、直筆のミニ色紙1枚、漫画1冊、ポスター4枚にステッカーがたくさんということで、もう盛りだくさんで大満足ですね。お値段はね、確か7000円に送料だったかな、そんな感じだったと思います。まあ、ソフビ2体に T シャツ1枚、これでもう7000円は絶対オーバーですよね。だからすごいお得。まあ、ちょっとマニアックな福袋にはなるんですけども、ね、もし気になる作家さんとかいらっしゃる方は来年福袋チャレンジしてみてはいかがでしょうか。うん、いや今回ね、僕初めてこういった作家さんの福袋を購入したんですけども、すごい楽しかったですね。来年はね、もっといろいろな作家さんの福袋を買っていろいろ紹介したいと思うんですけども、ただね、結構すぐに売り切れちゃうので、タイミング逃すと買えないんですよね。だからまあね、来年買いたいなっていう方は、福袋のね、情報とか出たらもうすぐにポチってやった方がいいと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。